よく聞こえなかったな。もう一遍言ってみろ、おっさん。何度でも言ってやるとも。私はウクラマと王女からこの神輿の修理を頼まれたのだ。お前に渡すわけにはいかぬ。ましてや相手が挨拶もできぬ無礼者ならなおさらな。できれば穏便に解決したかったんだけどな。仕方ない、こいつやっちゃおっか。面倒なことになった。ああ、急いでくれ。何、ウクラマトか。下がってウケブ。神輿は俺が守る。怖いなら出しゃばらなければいいんだよ。俺一人だけじゃ神輿を直すのは無理だった。ウクラマトたちが助けてくれたから、もう一度イヒイハナ祭を開くことができるんだ。だから俺は祭りのまとめ役として死んでもこいつを守る。なら望み通り死んじゃえ。待ちやがれ爆樹じゃ。一撃は、これが君たち劣等種との差だよ。もっともっとだ。泣いて許しを請うまでその身に刻み込んでやるぜ。神輿を奪って試練を超えようって魂胆、祝福の兄弟が聞いて呆れる卑怯ぶりね。お褒めに預かり光栄ってもんよ。何人来ようがまとめてぶっ潰してやるぜ。待ってくれお頭。あんたが本気で戦えば死人が出ちまう。私の方はうまくいったって報告が届いた。だからこの場は。なら、ここで無駄な体力を使うこともないに。命拾いしたな。マムークはまだ相当をあの忌まわしき存在にすがっているのか。大丈夫か。死んだりしないよな。へっ、そう簡単に死ぬ私じゃねえよ。それよりイヒイハナ祭済んだろ。ああ、やろう。
集まったのはこれだけか。何、イヒハナ祭が始まればハヌハヌ族はじっとしていられまいよ。そうだそうだ、ウケブの言う通り。さあさあ、みこしに乗ってくれウクラマト。イヒハナ祭を始めるぞ。よっしゃ、わかった。イヒハナ祭は豊穣を願う祭りだが、込められた意味はそれだけではない。担ぎ手と乗り手、両者の友情が末永く続いていくことを願う杯事でもあるのだ。いいかいいかみんな、俺たちが担ぎ上げるウクラマと王女はイヒハナ祭を復活させてくれた恩人だ。羽が抜けようが、肩がいかれようが、絶対絶対落とすんじゃないぞ。せーの、減ってるからって見てるだけでいいのか。担ぎたいやつはついてこい。おや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 、王族が神輿の乗り手を務めるとは、あなた以来じゃないですかねえグルーチャチャ。担ぎ手は集まった。向かうはコザヌアキーだ。見るがよい。ここからがイヒハナ祭の真骨頂だ。神輿は周囲に集う者たちの魔力を集め、束ね、増幅し、ケースハリー像を通じて大地に注ぎ込み、地脈を刺激して流れを加速させる。
おお、足が。これが遺品花材の豊穣魔法なのね。みこしがマグだって話、本当だったのか。すげえ、すげえよ。こんなの今まで知らなかったぜ。全部が元気になったわけじゃねえのか。一度の豊穣魔法ではこれが限界ということだろう。これから何度も遺品花祭を繰り返せば、全ての足が活気を取り戻すはずさ。この場合、試練はどうなるのかしら。心配は無用ですよ。足の不作を解決することは偶然ではできません。たとえ一本でも元気にできたなら、それは試練に本気で向き合った証です。みこしがマグであることを見抜き、解決策を遺品花祭に求めたのは実にお見事。しかし、しかし、あれほどの効果を発揮したのは私が小鳥だった頃以来でしょう。それはつまり、みこしの修繕を怠ったことでマグの力が弱まり、遺品花祭が形骸化していたということ。不届き者が出たもので遅くなりましたが、選者の方がいらっしゃるならちょうどいい。これは素晴らしい。はあ？水を垂らしただけで足が元気になっちまった。足の不調は血脈の流れが滞っていることが原因だった。あなたはそれを水のエーテル伝導率を高める錬金薬を流すことで解消したのですね。水の流れにも簡易的な血脈としての役割を与えることで、エーテルが効率的に流れるように。これもひとえにシャーレアン魔法大学で培った知識と賢人たちの協力のおかげですよ。賢人だって？いいか、イラマチ、これがトツ国の知識と技術だよ。うまく扱えばこんなにも簡単に物事を運ぶことができるのさ。それこそ重い神輿を担ぐ必要もなくね。
ぱ兄さんはすげえな。ウクラマトさんのやり方が間違ってたわけじゃないわ。たどり着いた結果は同じだもの。そうだそうだ、何よりイヒー花祭楽しかっただろ。あ、めっちゃくちゃ楽しかったぜ。この村には前にも来てるから、お前らのこと全部分かった気になってたけどよ。アシのことといい、イヒー花祭のことといい、私が知らないことばかりだった。だけど今度こそちゃんと分かった気がする。そしたらよ、もっと好きになったぜ、この村とお前らハヌハヌ族のことが。こちらこそだよ。自分たちの神輿が持つ本当の意味教えてくれてありがとな。ではでは、見事試練を超えたお二人に奇跡を授けましょう。どうぞこちらへ。よし、残るはあと5つだ。では、僕はこれで。たく、兄さんは余韻も何もあったもんじゃねえな。ウクラマト、次の遺品花祭の季節にも来てくれよな。今度はトライオラの王様としてさ。それじゃ、一旦トライオラに戻るか。みんな、世話になったな。また会おうぜ。この国もまた面白くなりそうだ。こいつがコーナ王子の作った錬金薬。試作品らしいが中身は同じはずです。でがした、俺様たちは何が何でも勝たなきゃならねえ。そのために使えるものは使っていかなくちゃな。